はいどうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それではね、セラフィちゃんを引き当てたい企画第2弾ということでね、第2弾っていうか、まあ、前回ね、当てられなかったので、ね、2回目で、見てこれ、このジェムのところ課金できたんだよね。1万2000個ジェムがあります。さあ、カードパックじゃなくて、どこだっけ、あ、そう、交換所、ちょっと待ってよ。よっしゃ、行くよ。これだよね。ほら8段レジェンドレア確定。お得なセット購入いたします。さあ、受け取る。これでね、ドラゴンクエストライバルズ、セラフィちゃん、必ず当てる。ぶち当てるからだ。で、まず引こう。引いて、その後にメダルを使おうな。オッケーオッケー。で、カードパック購入。さ、どうなるかな？どうなる？めちゃめちゃ期待大だね。ん？あ、レジェンドレア確定のやつね。オッケーオッケー。さ、まずは普通のパックを引く。レジェンドレア確定は最後に残しておこう。さあ、どうなるかな？期待しかしてない。クリックオープン。ほら。さあ、どうかな。いや、まあ最初はね、そりゃ最初からうまくなんかいかないよ。そりゃ都合が良すぎ。オッケーオッケー、次行こう。いや、いける。1万円課金したんだよ、だって。ああ、心臓が痛い。1万円か。そうだな、まあアルバイトで10時間ってところだよな。さあ、この企画、簡単に説明しますと、プレミアムのセラフィちゃんを当てたいと、まあっていう企画だね。なんで、じゃあお前そんなにセラフィちゃん当てたいのなんでみたいな、そんなに強いのかみたいな、強いとかじゃないんだよね。もう可愛いから当てたい、可愛いから本当にもうただそれだけ。ああ、可愛いな、当てようみたいな感じ。 OK、 さあ、ついてこられたかな。おーっと、プレミアム、はい、いけるよ。いや、まだ大丈夫。まだ落ち着け。でね、まあ、ログインボーナスとかで何枚かももらってるっていうの分もあるから、多分4枚ぐらいプラスで引けるんじゃない ?OKOK。あー、全然出ない。全然出ないよ。頼むよ。ああ、プレミアムとかはいいんだよ。プレミアムの確率があれみたいね。ていうか、5% だってね。低くね？マジで。勘弁してくれよ。お願い。お願い、シンデレラ。よし、じゃ10パック。さあ、しかも、レジェンドレア確定です。どうかな？てれれてれてーと。うわー、当たれよ。当たらない。いや、まだ大丈夫。まだ終わらない。いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫。いや、まだ大丈夫。なぜなら、レジェンドレア確定ではないから。これの次の次がレジェンドレア確定か。あっダブったーバラモス持ってんだよ。もうバラモスは持ってんだよ。嘘だろ、おいそんなことあるのかこんなことあるの？最悪なんだけど、地獄だ。こっち1万円払ってさ、あんな見なきゃいけない、おかしくね？なんか同じカードばっか出ないか、バグってない？大丈夫っすか？やだ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 、本当にやだ。ためとらまた出てきたし。あー、1万円だぞ、1万円。
汗水たら、あの、たら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 汗水垂らしてさ、1万ってどういうことっすか。来た、あ、来ない、いい、ちょっとね、ちょっとなんか重いな、パソコンの調子が悪い、やだ、1万円も払ってなんでパソコンの調子も悪いんだ。初ソシャゲ課金だからね、しかも頼むぞ、バラモスとか、ああ持ってんだもう、セーニャの記憶、セーニャがもらえるか先に、よし、いやまだだ、まだ終わらない、さあ引いていこう、さあ行くぞ、オッケーオッケー、まあもう一枚レジェンドレアが確定するから、来たか、いやー頼む頼む、いやー無理か、通常の通常時で出る確率が 1% だからね、 1% 当てなきゃいけないんだよ、頼むぞ 1%、 ダメだな、ダメ、あや早く早く、ほらほら、だんだん雑に当て開けてくよ、狙いはプレミアムセラフィちゃん、ただそれだけ、あれなんだよな、レジェンドレアのプレミアム1枚しか持ってないから、確率的にはそろそろもう1枚出てもおかしくはないんだけど、どうすかね、ちょ頼む、マジで頼む、お願いを、お願いだから出てください、くそー、さあさあ10連最後、10連最後っていうかこれのね最後ね、まあまあまあ出ないのはしょうがない、10連ごときじゃ出ない、それ分かってた、それ分かってたね、さあまだ1枚払って40ちょいしか引けないの、この前だってただで80連もさせてくれたじゃんお前、なあただでっていうかあれは何ヶ月もね、あのガチャを引かずに我慢したからなんだけどさ、最後さ、そろそろ出てもおかしくはない、なんか同じのばっかだな、もう飽きたよお前ら、またモモンジャ出てくるし、もうモモンジャ見たくない俺、モモンジャ見たくない俺はもう出てくるしさ、モモンジャ、あいつなんなんマジで、なんかドヤ顔決めやがって、なんか、あ、なんかお呼びですかみたいな顔しやがって、お呼びじゃねえバカ野郎、出てくんな畜生、頼むマジで、くそ、タメトラもな、弱くはないけど、弱くはないけど、そんなに出てくんな、そんなに出てくんだよ、くそ、え、マジできつくね、どうすかね、くそ、ブチスライムもめっちゃ出てくるやん、何、交換所パラダイスなんだけど、しかもダブってるし、おいどうなってんだよ、いやマジか、いやまだまだまだチャンスはある、マジか、なんか奇跡、エクゾディア揃わねえから、エクゾディア揃わねえから、ちょ何言ってるか分かんねえと思うけど、もう俺も頭がおかしくなってきてる、あーマジか、4枚とかおかしいだろ、いやまだだ、あと9パック残ってる、しかも1回レジェンドレア確定するから、さあ2枚出したよ、しかも2枚出しちゃうから、ジャックポット来た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 、ジャックポットってことは多分素引きでしょ、素引きしたってこと、あ、素引きした、来た、あーまあまあ素
ス引きしたけど、けど。くそー、プラチナキングか。プラチナキング強いんだか弱いんだかよくわからん。ジャックポットだからもう一個来てもいいよな。なぜならジャックポットだよ。ジャックポットってだってなんか出たらあれでしょ、もう一生働かなくていいんでしょ多分。知らねえけど、どうすかね。頼む頼む、もう一枚出てくれ。出てきてくれたら嬉しいな。無理っすか。出てきてくれるだけでいいんだよ。それだけで人が笑顔になれると思ったら君は出そうと思わないのか。出そうと思わないらしいです。なるほどね。はい、さあまだ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 終わらない。なぜならまずゴールドで引く。あと2パック引ける、ゴールドで。さあ行け。ダメだ。いやまだまだまだ終わらない、なぜならなぜならだよ。ね、見てまだジェムが余ってんので、見てよこれ、1日1泊半額だって。1泊だけ引こうぜ、1泊だけ引こうぜ、半額だから。さあ半額、半額パックの実力はいかにって感じだな。ゴミだな。半額だからか、半額だからか、てめえそんなケチりやがってよ。くそ、ラスト、本当のラスト、レジェンドレア確定パックいきましょう。来るぞ。あ、セルちゃんが来るって言ってる。来るって言ってる。来るぞ。いや、絶対に来る。来ない。あ、こいつ強いんだか弱いんだかわかんねえな。弱かねえか。なんか、とりあえず入れ、なんか、あれだな。スライムゼシカに入れ毒みたいなところはあるか。うわぁ。セーニアの記憶だけ集まってく。ルキアイコン。ありがとうございました。うわぁ。悔しい。悔しいよ。さあ、まとめて受け取る。さあ大敗北を喫しましたが、私の戦いはねこれで終わったわけじゃありませんよ。まだジェムが残ってるから、まあ、1日1回半額でジェムを引くって、もうドケチだから俺、ドケチだから1日1回半額でジェムを引いて、それでジェムを消費していく。ああ、で毎日1回引けてっていうのできるわけじゃん、まあ、それで頑張るわ。プレミアムのセラフィちゃん出ないか。まあ、プレミアのセルフチェンは出なかったけど、あれだ、1万円課金した、てか1万円がもうなくなったのか。やば、パチンコって怖っ。カジノなんて怖えな、俺やんねえわ、カジノとか。さあ、まあ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 、それはさておいてだよ。あれだけ交換しようぜ。はい、パラダイスメダル。パラダイスメダル、あ、どうしよう、パラダイス。え、5段と7段も交換できんの？アンレシアもらえるじゃん。ゾーマ欲しいな、ゾーマ。え、どうしよう、え、悩む。何がいいかな。
英雄じゃないんだったらいらないんだ。ね、英雄はこう、英雄を交換した方がいいっすよ、皆さん。ちょっと今回初めてやって課金しましたみたいな人。英雄の方、英雄はね、錬金できないから、こうやって課金して買うみたいな感じの方がいい。フローラとビアンカとデボラ。で、ビアンカ派だからビアンカ欲しいじゃん。デボラも結構強いんだよね。ゲットベットするんだったらデボラかなって感じなんだけど。ゾーマも欲しいわ。どうしよう、もう1万課金しちゃう？どうしよう、もう1万課金しちゃう。破産しちゃうよ。破産しちゃうよ。そうだな。どうしよう。え、悩む。ちょっと誰か教えてくんね。いや、いいや。じゃあ、デボラとビアンカにします。せっかくなんでね。あ、いや。ん？いや、デボラとビアンカにします。いや、もしなんか、あれだ、フローラ強えわみたいな話だったら、もう一回課金する。それは。はい。お疲れ様です。はい、というわけでね、今回の、パックの、なんだ、戦利品はこんな感じになります。デブロとビアンカがね、さっきメダルで交換したやつなので、スビキはね、残りの7つ、バラモスが2枚と、ルシェンダ、ゴレオン、プラチナキング、マリベル、ルーキーということでね、さあ、すごいな。でもこんなに引いてプレミアム出ないのすごくない？ 7 枚も引いて。まあ、すごくねえか。20枚中に1枚しか入ってないんだから。あ、すごくねえわ別に。いやでもまだね、ジェムが余ってるので1日1枚引いて、もしね引けたらね、ツイッターかなんかで報告しようと思います。さあ、よければね、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。次回はね、多分錬金でね、セラフィちゃんとか作って、それのデッキとかを作ったのを紹介したいと思いますので、よければねそちらの方もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。